本座どこに行きますか。うんちだね。すいません、違います。はい、ということですっきりしましたか。うん、そうか。ということで、なんと今日は今から初めてのディズニーシーできたいと思います。イエーイ。ディズニーシーで知ってる？この間行ったのは、そうそう、この間行ったのはディズニーランドっていうところだけど、ランドとシーっていうのが2種類あるね、ディズニーシー。ディズニーはで、前回行ったのはランド、今回はディズニーシーっていうところに行きます。理解？オッケー。で、なんか、あの、ごめんね、あの洋服をね、選んでほしいの。めっちゃ可愛い洋服があって、バースデーとディズニーのコラボの服なんだけど、ちょっと今日はそれを着ていきたいと思ってるの。今さ、可愛いさ、肌着着てるやん。それに上にちょっと着てもらいたいと思ってます。 OK？ まずは一つ目、じゃん。これはね、ちょっと確定で着たいと思ってると、ね、可愛いよね、こちら。サロペット、可愛くない？これはね、ドナルドダックって書いてて、後ろもドナちゃんがここにいます。で、その上に着るやつかな、この首の後ろに足がある。後ろ姿がめっちゃ可愛いよね。で、同じくサロペット、可愛くない？これもドナルドです。で、なんと後ろが、ほら、お尻にドナちゃんの足があります。可愛いね。うん、そして次はこちら、七夕のやつなんだよね、きっとね。可愛すぎる。だからね、これもね、先にディズニーシーに行って七夕用の写真撮るのもありだなみたいな感じです。可愛すぎ。次にこちら、なんか浴衣の、なんていうんだっけ、ジンベエみたいな、可愛くないですか？どうですか？どれにしよっかね、迷うよね。どれにするの、あなた。あなた何様、ゆうこ様、本日もポチッとありがとうございます。今からディズニーシーに行ってくるんですけど、ちょっと準備とか買ったものとかを紹介していけたらなと思っています。はい、ではね、まず早速紹介したいと思います。行ったところはダイソーとスリーコインズに行きました。はい、こちらトートバッグを買いました。保冷剤とか入れられる、ね、アルミのやつで、これにこちらジップロックを大きいのとちっちゃいの買って、この中に水を入れて昨日の夜から冷やしたので氷を入れて持ってきたいと思います。そしてあと手拭き、口拭き。100均に行ったらもうすっごいこのアルコール除菌とかお手拭きとかめちゃめちゃあったんですけど、もうね、赤ちゃんにもちょっと使いたいと思うので、あのアルコールが入ったあのなんか除菌シートはあのやめて、こちらの手口拭きを買いました。はい、そして3コインズで買ってきたものを紹介したいと思います。まずこちら、じゃん。めちゃめちゃ札のところで貼られてるんだけど、手袋。私アームカバーはカービィちゃんの持ってるんですけど、こちらのね、手袋、あのベビーカーで今回行く予定なので、手のね、やっぱ甲が焼けやすいなと思ったのでこちら買いました。そしてじゃん、ウォータータオル。水濡らすと冷たくなるっていう、100均にもあったんだけど、ちょっとデザインが3コインズの方がちょっとあのおしゃれな感じがしたので、こっちを買っちゃいました。硬いさ、クールリングっていうの、首にさ、はめるリングを買おうと思ったんだけど、ちょっと赤ちゃんにあれは硬くて痛いのかなって思ったのでタオルにしました。ちょっと肩外れんな、これ。今日はね、デイジーダックみたいなコーデをね、しようと思って、この紫のワンピースにこのレースの白のね、合わせました。そしてピン、なんか可愛くて買っちゃったんだよね。可愛くない？これ、今日もナータンちゃんどういう髪型で行こうかめっちゃ迷ってるんだよね。結構ね、みんなに言われるのが、髪の毛
めっちゃ生えてますねっていう風にね言っていただけるのちょっとね嬉しいよ。そんな気にしたことなかったけど、羨ましいですとかみんなに言っていただけて、そんなことを言っていただけたらちょっと嬉しくなってしまう。じゃーん、こちら手に持ってたやつがあるんですけど、常にベビーカーにつけたいなって思ったのでこちらを買いました。こちらね税込み2000円ぐらいです。パク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 で、これが充電式になっててボタンを押すと結構こんな感じで3段階は風がしっかり来る感じです。割とっていうかかなり涼しいかもしれん。ワンちゃんねこうやって指が入っちゃったりとかね、赤ちゃんねこう触ってねしちゃうと思うんですけど、また指入れてみてここに、うん、あでもでこの一番大きいところがちょっと入るけど羽にも当たらないね。うん、羽もすぐにあるわけじゃないから羽には当たらないです。じゃん、うちわー、じゃーん。ペラペラでさ、こんなんでちゃんとさ、あわげんのと思ったんだけど。いいね。めっちゃいいんです、これ。おしゃれじゃない、しかも。ふん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 ってなってて。ちょっとお気に入り。ねえ、これね、いただいたんですけど、これなんか、最初なんじゃこりゃって感じだったんですけど、保冷剤ここに入れて、赤ちゃんの肌着の下とかに、こうやって入れられるんですよね。暑い時とか暑い足の時も大丈夫。ギザギザ体重がまずいんだよね。よいしょ、危ない。はい、かわいいんじゃない。日焼け止め、一応日傘とか持ってくけどこちら使っていきたいと思います。日焼け止めぬりぬり、はい、日焼け止めぬりぬり、はい、日焼け止め、はい、ぬりぬり、はい。なあちゃん、あの子のコスプレしてるよ。はい、じゃあ今からディズニーシー楽しみたいと思います。